ってる。ミクはどう？好きな男子とかできた？いないよ。はい。え？誰にも言わないで。戦国武将好きなの。熱い。え？喉渇いたな。うん。すまん。これ好きなんだろ。風太郎のせいで考えちゃった。ほんのちょっとだけ私にもできるんじゃないかって。だから責任取ってよね。ああ家庭教師するんでしょ。うん、どっちも普通にうまいな。え？本当だ。うん、どっちもうまいぞ。はあ？そんなわけ。裁判長、ミクは被告への個人的感情でかばってます。違う。ミク、信じてくれると信じてたぜ。それ以上近づかないで。あれ？え、いちか、やっぱあんたは話がわかるわ。こいつは突然私に覆いかぶさってきたのよ。いや、あの時は。風太郎、それ本当？そうだが、それは。やっぱ有罪、切腹。ミクさん。風太郎。いち。ミク。よかった、よく俺を見つけられたな。うん、目立ってたから。あ、そうだ、一花を追いかける。ついてきてくれ。待って、痛っ。足踏まれちゃって。お二人はカップルということで。え？はい。私たちは恋人じゃなくて。どう見てもそう見えますが。これは…そんなんじゃなくて…え？なんだ？なんでもない。こんなところで何やってんの？早く来て！あの…私、いちかじゃ…君はさっきの…なんだ君は。俺はこいつの…こいつらの…パートナーだ。返してもらいたい。イチカ！風太郎、イチカをお願い。ミク…だが、お前を一人にするわけには…私はもう大丈夫だから。お風呂呼びに行く？せっかく風太郎くんいるんだから積極的にアプローチしなよ。何のことだかわからない。風太郎先生、ここなんだけど。え？どこだよ。はい、詰めて詰めて。お前。あ、ミクもわからないところがあるって。いつか。すごっ、ミクもう課題終わらせてる。風太郎くん、頑張った人は褒めてあげないと。はい、頑張りました。よーし、よーし。どう、ドキドキしない？なんだこの状況は。てか、隣で寝てるこれ誰だ？風太郎。え？その
しかして昨日の夜。夜といえば昨日の夜はよく眠れたか。俺はどうもベッドになれなくてリビングの床で寝てたから腰が痛えよ。そうだよね。コロッケ石じゃなくて。味は自信ある。食べてみて。じゃあ食べるよ。おはぎ作ったのか。いただき。コロッケか、普通にうまい。あんまり美味しくない。完璧に美味しくなるまで作るから食べて。はい、メアド交換。メアドね。いやー、やっぱ家庭教師としては5人のメアドを知っておかないとな。協力してあげる。わーい、やったぜ。サンキュー。俺のアドレス入れといた。うん。待てよ、ツバ。なんで好きな人と付き合うんだろう。え？それはね、その人のことが好きで好きでたまらないからだよ。ミクも心当たりがあるんじゃない？ないよ。いつものお願い。わかった。いつもミクのやつ、何をするつもりだ。ミク入れ替わり。違くて。嘘だ。こんなやつ中野さんに釣り合わねえ。そんなことないよ。風太郎は、風太郎はかっこいいよ。付き合ってるんですか。ラブラブだよね。仲良く一緒に帰ろっか。ああ、もうそれでいいよ。せっかく風太郎くんに会えたんだから、もう少しいたらよかったのに。私、変かも。え？風太郎はみんなの家庭教師なのに。いちかは風太郎のことどう思ってる？ミク、やっぱり最終日のダンス変わろっか。心配なんでしょ？平等。いちかが相手になってあげて。後悔しないようにしなよ。まあお前が残ってくれてよかった。え？ニノ知らない？知らない。え？中は結構温かいな。風太郎。うん？狭いからあんまり動いちゃダメ。ああ悪い。じゃあ俺は出るから。出るのもダメ。おい。痛い。何やってんだよ。公平に行こうぜ。え？何ミク、どうしたの？いちか、あのね、話したいことがある。病人はベッド。お、いちかか。やっぱり悪化したか。お互いついてないな。あれ、風太郎くんに体調悪いって言ったっけ？いや、さっきお前が。スピーカー。まあいいや。独り占めはしたい。この感情に嘘はつけない。だけどそれは今じゃない。私は風太郎が好きだから好き勝手にするよ。その代わり、いちかもみんなもお好きにどうぞ。負けないから。ほくろで見分けることもできるけど。お手軽。どこにあるんだ、見せてくれ。えっと風太郎になら見せてもいいよ。ダメです。そもそも犯人のほくろを見てないと意味がないでしょ。それもそうか。どうしたの、風太郎。気持ち悪いわね。気持ち悪くはないから。本当のことを言っただけよ。それは言い過ぎ。取り消して。あれ、
も少しは思ったんじゃない？失敗。次。今日はみっちり復讐だ。イツキ。もしかしてわざと間違えてる？風太郎のことなんてもう知らない。すまん。